それでは福井県立行ってみたいと思います。本日の長文全体像はこちらで、合計7問あるんですが、さすがにちょっとこれ全部やってるとですね、時間がなくなってしまいますので、最初の5題、記述説明と和訳問題、こちらを扱いますので一緒に頑張りましょう。すみません、第1段落でございます。ちょっと皆さん長いので全体像をつかむために一読だけお願いいたします。すみません、問いの1番でございます。検討をお願いします。すみません、どこを書くかなんですが、まずはこのあたりの表現と言い換え可能なもので、それと言い換え可能な表現がどこにあるかなって読んでみると、このあたりですよね。若いアジアの人々。そうですね、アジアの具体例で韓国ですね。で、富さん、下線部の真ん中から右側ですが、葉っぱを諦めて豆に変わってる。で、皆さん、それがこのあたりの文章中なんかあんのかなと思って見てみると、皆さん、コーヒーを選ぶ。そうです。まさにコーヒーは豆からできてますよね。で、皆さん、葉っぱを諦めると書いてますが、皆さん、これですよね。お茶。ですから、下線部の言い換えが皆さん見つかりましたので、ここを書けばよろしいですよね。ですから、韓国の若者の多くが、お茶。まあ、紅茶でしょうね。紅茶を飲まなくなる代わりに、コーヒーを飲むようになってきた。そんな感じでよろしいかと思います。皆さん、同じ段落のこちらでございます。問いの2番の検討をお願いします。さあ、皆さん、先頭からいきますね。まず出だしは明らかである。で、何が明らかかと言われたら、皆さん、韓国が独自のコーヒー文化。それを想像してきたこと。それは明らかである。で、皆さん、開業されたところでございますが、that has。まあ、ざっとの右側にいきなり動詞が来ておりますので、主語がないと。つまり不完全な状況になっておりますので、このざっとは関係代名詞。ですから皆さん、実際にはカルチャーにかけて訳し上げていただいたかと思います。そして皆さん、これ has little to do with。熟語ですよね。うにゃうにゃとほとんど関係がない。そして皆さん、文末 global giant。まあ、世界規模の巨大企業。まあ、すぐ大企業のことでしょうから、皆さん多分スターバックスのことなんでしょうね。ですから正解としては、まずは韓国は。で、文末いきますね。世界規模の大企業。とほとんど関係がない独自のコーヒー文化を作り出してきたということは明らかである。だって皆さん、回答と見比べていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落はちょっと長いので半分に分けさせてくださいね。で、皆さん、説問がここでございますので、まずは前半部分。ここに皆さん、焦点を当てたいと思います。さあ皆さん、段落前半でございます。こちら、トニオ3番の検討をお願いします。すみません、下線部の中にざっとがくっついておりますので、皆さん、さすがにこれ上の方ですよね。で、なおかつ皆さん、ニードと書いておりますので、欲求、もしくは需要の話でございますので、ここですよね。looking for、探し求めていると。ですから、場所さえ探し当てることができれば、あとはその部分を和訳するだけ。それで合格点取れますからね。ですので、この緑の三角括弧のところを和訳。で、皆さん、前半は30歳以下の多くの独身の人たち。で、その人たちが探し求めてるんですが、皆さん、文末いきますね。家から離れて友達と一緒にリラックスするための快適でプライベートな場所。それを探し求めていること。みたいな感じで訳しといていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、先の段落の後半部分でございます。念のため一読お願いします。さあ皆さん、続いての段落でございます。今度は皆さん、との4番ですからね。一読していただいた後、検討お願いします。さあ皆さん、説明の指示に理由と書いておりますので、まずはヒントはこの文頭。consequently。皆さん、従ってということですから、皆さん、原因結果。つまり consequently は右側が結果ですよね。ということは、その左側が原因とか理由。まあ、ありがたいことに直前にも because と書いてくれてますよね。ですから、少なくともこのピンクの四角括弧、ここが欠けてあるかどうか皆さん確認してくださいね。なおかつ皆さん、この they でございますから複数形。で、もちろん手前の複数形と同一人物でございますので、これですよね。韓国の男性。ですから、韓国の男性は大抵喋るんです。で、どんな感じで喋るかと言われたら、アルコール。お酒を飲みながら喋る。まあ、もしくは文末ですよね。スポーツをしながら喋る。そんな感じで皆さん、かけてあればよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。今度皆さん、問いの5番でございますので、検討お願いします。
すみません、韓国とアメリカの違いでございますが、まずはアメリカの話が出ますよね。ですが、もうこれで場所を特定できておりますので、この三角括弧のところを和訳するだけ。すみません、一方韓国でございますが、次の文章中も書いてくれてますよね。ですから試験中の答案用紙のサイズにもよりますが、最低限ここですね。この部分が書けてあれば OK。で、皆さんも書く場所分かりましたので、あとは和訳するだけ。アメリカでは多くの人たちがカフェに一人で訪れる。で、皆さんその後、パソコンとか携帯電話に集中する。で、いつですかと言われたら、他の人たちと一緒にいる時でさえ、パソコンや携帯電話に集中する。で、その一方、韓国ではちょっと不自然なんですね。それ皆さんカフェで一人でいる。そういう様子は不自然だ。そんな感じかけてあればよろしいかと思います。すみません、お疲れ様でございました。皆さん、次につながるよう、ちょっとまとめてみますね。で、今回、福井県立大学扱いましたが、皆さん、その他の国立大学ですね。まあ、様々なところで記述説明問題出ますが、皆さん、ポイントも絞り込むことができます。で、解説中にもお伝えいたしましたが、重要な部分、それはどこを書くのか。つまり、場所の特定が最優先ですからね。ですから、場所を間違えてしまったら、皆さん、いくら正しい日本語が書いてあっても、得点にならない。で、場所を特定したら、あとはそこを訳すだけ。そうです。直訳で大丈夫です。皆さん、意訳する必要性はあんまりないですからね。皆さん、逆に意訳しちゃうと、採点する方が若干困ってしまう可能性がございます。で、それが大前提で、皆さん、正解となってくる場所の見つけ方。で、先ほどの問いの1番から皆さん4番まで振り返ってみたいと思います。で、皆さん、問いの1番でございますが、下線部中に、Colliers Used という表現があってですね。で、ちょっと上の方に、これですね。Young Asian People。ああ、いい回があるじゃないか。と思って、ここの部分を和訳いたしました。で、それで正解でしたよね。で、続いて、トネ3番でございます。皆さん、これも下線部そのもの。That need。これが一体どこを指すのか。で、これもまあ、ざっとがありますから、ちょっと上の方を見ると、Looking for。探し求めてる。おお、需要と言ってること同じだ。で、続いて、との4番。皆さん、これ、設問のシーン。理由は何なのか。で、これも下線部分のちょっと上にですね、because ありましたので、おお、すぐ見つかったぞ。ですから、結局、何をしなくちゃいけないのかもう決まるんですね。さて、皆さん、こちらでございます。設問のシーンとか、本文中の設問箇所。で、そこと皆さん、near イコール。まあ、つまり、言い換え可能な部分ですが、そこを見つければ、あとはそこを和訳するだけ。ですから、我々に求められているのは、言い換え可能な表現を探すこと。あとは探し出すことができればそこを直訳。これをやってるだけなんですね。ですから今までこのあたりを意識されていなかった方、明日以降学校とか塾とかで皆さん練習するかと思います。まあもちろん実習でも問題集やったりですね、過去問解く方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひこのあたりを意識していただけると皆さん優位に時間活用することができるかと思います。では明日からも頑張っていきましょう。